皆さんこんにちは、スマッシュ TV です。デビュー5周年を迎え、さらに活躍の場を広げているキング&プリンス。2023年5月には平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人が脱退をし、その後永瀬さんと高橋さんの2人で活動をしています。そんなキンプリの永瀬廉さんは1月23日に25歳の誕生日を迎えましたが、インスタグラム投稿に写った電子タバコのアイコスがファンの間で話題になっています。永瀬さんは過去にも喫煙者ではないかと噂されていました。またキンプリはデビュー後からメンバーに喫煙者がいるのではと噂されていましたので、合わせてご紹介します。1月23日に25歳の誕生日を迎えたキング&プリンス永瀬廉さんのインスタグラム投稿に写ったあるものがファンの間で話題になっています。25も楽しもっかという文章とともに、福岡中洲で撮影したと思われる男性3人組の後ろ姿の写真を投稿しました。その真ん中に写っているのが永瀬さんだと思われるのですが、右手に電子タバコのアイコスらしきものを持ちながら歩いていたんです。 SNS 上ではなにわ男子西畑大吾さんと A グループ正門義則さんとの例の同期漫字会でしょうか、そして永瀬さん右手に握っているのはアイコスでしょうか、激萌え、永瀬廉がアイコス持ってるのマジ好感すぎるんやがと電子タバコを吸っているというギャップを好意的に受け入れる投稿が相次ぎました。永瀬さんには以前から喫煙者疑惑がたびたび浮上しています。メンバーの中でも MC を務め、ソフトな関西弁が人気な永瀬廉さん、演技にも定評があり、日本アカデミー賞新人賞を受賞した経歴を持ちます。そんな永瀬さんですが、喫煙者なのではという声が多く上がっています。 SNS でも多くのファンがつぶやいていますが、意見は肯定否定ともにあり、半々といった感じでした。2023年5月7日にドラマラストマン全盲の捜査官の公式 TikTok が投稿した動画で、永瀬さんのアイコスが映り込んでいたというのです。すぐに修正されたようですが、一体どんな動画だったのでしょうか。放送事故ではないかと言われているのがこちらの動画です。ドラマラストマンの公式 TikTok に永瀬廉さんと思われる人物がアイコスを荷物置き場に置く様子が映っていました。この動画がファンの間で話題になり、番組の公式 TikTok は問題のシーンを修正した動画を再度公開しましたが、すでにその動画が流出していて、余計に疑惑が深まるばかりです。実際にタバコを吸うシーンは映っていないので、これだけで判断は難しいですが、非喫煙者がアイコスを持っているはずはありませんから、喫煙者と見ても間違いないのではないでしょうか。実際にファンの間では永瀬廉さんの喫煙疑惑は以前からあったようです。またキンプリが4周年を迎えた2022年5月30日のキンプリのファン向け動画でも、永瀬さんの後ろにアイコスが映り込んでいました。この時もすぐに帽子で隠されたようで、その帽子が永瀬さんが愛用しているバスケットハットに似ていたことから、永瀬さんのものではないかと言われています。ファンの方が画像を拡大し判明したとのことです。その後すぐに修正がかけられ、はっきりと確認することはできなくなりましたが、SNS では一気に拡散されてしまいました。この動画について SNS では、運営の対応の甘さを指摘する声とともに、拡散している FC 会員について、有料の動画を公開する方がやばい、ティアラがこれをやっちゃうなんてと批判の声が上がっていました。その反面、ダメなことと前置きをしながらもメンバーに対してがっかりしたという声も上がっていたのも事実のようです。一方で永瀬さんはタバコの匂いがつくのが嫌だとも話しています。これだけ聞くとタバコが嫌いなのではと思いますよね。ただ今回疑惑が出ているのがアイコスということから、紙タバコと違って比較的匂いはつきにくいですから、愛用していても不思議ではありませんね。また昔からの喫煙者は紙タバコが吸えるものなら吸いたいそうで、匂いや吸い殻を気にしてアイコスなどを使っている場合があるそうです。永瀬廉さんは24歳でちょうど成人した時にはアイコスなどの加熱式タバコが流行っていました。
昔の人は紙タバコから入ってアイコスなどに変化していきますが、永瀬廉さんの年代だと最初からアイコスで入っている可能性が高く、紙タバコを嫌っていても不思議ではありませんね。また永瀬廉さんの他にもキング&プリンスのメンバーは喫煙者が多いと言われていました。一人目は平野紫耀さん。平野さんは過去に雑誌に掲載された写真にタバコが写り込んでいました。この時写り込んでいたのが電子タバコのマルボロアイコスではないかと言われています。しかし雑誌に掲載するのにチェックしないなんてことがあるのでしょうか。さらに密着ドキュメンタリー番組では喫煙所マークの近くにいる様子が映し出されていました。タバコを吸わない人はそもそもタバコの匂いなどが嫌いなので近づかないですよね。タバコ休憩中だったのでしょうか。2人目は岸優太さんです。プライベート写真を撮られた時に右手に持っているのがアイコスではないかと言われていますが、サイズが小さく判別が難しいですね。さらに先ほど永瀬廉さんの後ろにあったアイコスを隠した帽子の持ち主は本当は岸さんで、自分の帽子で隠したのではないかとも言われています。正直これらの情報だけでは判断は難しそうですね。3人目は神宮寺勇太さん。神宮寺さんは舞台葵の上よろぼしでタバコを吸うシーンがありました。もちろん役で吸っただけかもしれませんが、手つきが慣れていたため喫煙者ではないかと言われています。ただ年代的にやはり吸っていてもアイコスなのかなと思いますし、他の情報もないことから喫煙者とは断定できません。ちなみに高橋海人さんについては喫煙に関する情報が見つからなかったので現時点疑惑はなしです。喫煙疑惑の真相は不明ですが、たとえ吸っていたとしても成人しているので問題はありませんね。しかし今回浮上した永瀬さんの喫煙者疑惑ですが、永瀬アイコスはいい、すごくいいんだけど多分路上喫煙がと歩きタバコ疑惑を心配するファンも。福岡市は人に優しく安全で快適な街福岡を作る条例により、人混みの多い博多駅と天神大名地区を路上禁煙地区に指定するなど、他県より路上喫煙を厳しく取り締まっています。写真が撮られたと思われる中洲エリアはその対象ではないものの、歩きタバコに関しては福岡市全域で禁止しています。路上禁煙地区外では罰金などの罰則はありませんが、持っているものが電子タバコであれば人気アイドルに限らず褒められた行動ではありませんね。25日現在、歩きタバコ疑惑の写真はインスタグラムにアップされたままなだけに、右手に持っているものはアイコスではないと信じたいです。全員が成人しており特に問題はないので、広い気持ちで見守っていきたいですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。